魔法学院に通う二人の少年、気がついたら見たことのない遺跡で一人目が覚める。困惑する中、突然聞いたことのない少年の声が頭の中で響く。誰？どこにいるの？なあ、お前は今どこにいる？二人の少年が別々に迷い込んだ遺跡から、互いの声と知識を頼りに迷宮から抜け出そう。二人の少年の冒険が始まる。二人専用アドベンチャーゲーム、草原の遺跡。マックスニートゲームズ。Thank you.
一次創作 3D アクションゲーム百鬼幻想記を紹介いたします。 Windows 10か7 Core i5 メモリ 8GB 以上のパソコンなら動きます。10年前のパソコンでも動きます。キーボードかゲームコントローラーで操作できます。ストーリー、主人公のミコの二人姉妹はのどかな暮らしの中にいました。しかし強大な鬼一族の封印が破られ暮らしは一変します。鬼一族はその昔人類のほとんどを食い荒らした凶悪な一族だったのです。彼らの復活により人類は未曾有のピンチを迎えます。彼らは人類のほぼ全てを根絶やしにしようとしています。彼らを封印できるのは封印の力を持つこの二人だけ。人類の運命はこの二人に握られました。果たしてこの姉妹は人類を救うことができるのか。システム、ダークソウルのような1対1の真剣勝負のゲームです。ロックオンシステム搭載で簡単に敵を切ることができます。できることは3連攻撃、ガード、ダッシュ、回避、ジャンプ。敵を避けることができない場合はガードをしてください。回避やダッシュで敵の攻撃を避けることができた時はチャンスです。3連攻撃をお見舞いしてあげましょう。スタミナシステムがあるので連続攻撃や連続回避はできません。スタミナ管理が重要なゲームです。複数の敵に囲まれた場合は危険です。回避やジャンプ、ダッシュを使って一旦体勢を整えましょう。戦闘中でも回復アイテムを使って回復することができます。セーブ&ロードシステムも搭載。巻き戻ってイベントシーンを見ることもできます。マップは探索のしがいがある広いマップです。キーボードの E ボタンで岩や柵を乗り越え、はしごも登ることができます。足場が危険な場所ではしゃがむとカメラがズームインできるので、しゃがんでよく下を見て足場を確認してから下に降りましょう。他にも森、砂漠、迷宮、溶岩城、地下の城など様々なマップがあります。ロケーション豊富なマップを探索して鬼退治しましょう。Thank you.
び出そうよ地図の果て。ああ心に雨が降ることもある。ああ笑顔の傘で眩しい明日へ。さまほど前杖をひと振りすれば味もいいよね、ピリ辛。
頭から血が。やった！このレインキングがあればダンジョンを構築してもっと効率的に活動できるわ。これでサクサク収穫できるわね。生産は素晴らしい。神羅万象を生産的にするのです。どんなギャラリーができるか今から楽しみね。本腰を入れてあいつらを一掃してやるわ。よし、覚えた技を一丁お見舞いしてやりましょうか。確かこうやって。僕たちはずっとここに住んでる。行ってみたら、どうせ知らずにはいられないんでしょ。お前に頼みたいことがある。この農場を世界一の農地にしてみせます。潜ってみるわ。ダンジョンの奥、この石があった場所まで。これはあったかもしれない。私たちが知る世界とは違う物語。西暦2000年、先の大戦が講和にて締結。信州はアジアの盟主として繁栄しているかのように見えた。だが世界はいびつに動き始めた。数年前より各地で民主独立化運動が多発。軍国主義はすでに時代遅れと化していた。内地でも民主化の機運が高まる中、軍政特権を維持したい保守派と混乱に乗じて利を狙う第三勢力、他国の息がかかった部隊などが跋扈し、東西南北問わずの国取り合戦が水面下で激化していた。そして全ての自由の渦中に一人の少女がいた。21年前のオリジナル版の雰囲気をそのままにグラフィックと遊びやすさが向上。ストーリーの大筋、キャラクター設定などをほとんど改変せずにフルリメイクを実現。旅シリーズの原点を体感せよ。旅ワン、世界征服大作戦。2021年冬、コミックマーケット99にて発表予定。
オタク知識でバトル RPG 風クイズゲーム、たまげちった2未完のオタクアイランド。コミックマーケット991日目12月30日にウェブで無料公開。このゲームに収録したクイズのネタ本、教科書日本オタク文化を通販しているので、よければお買い求めください。